スタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。この時間はスズンバダ対イタリア、こちらの一戦をお届けいたします。イタリア国歌お聴きいただきます。対戦相手のアンセムをお聞きいただきましょう。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日チームに進んでいます。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですね。やはりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークしているところ、ドリブルとかやっぱり上手い選手がそこまで使っているので、まあ、サイドからセンターからして直接的な機会を作りたいと思いますね。かなりセルフ的な個人的な、まあ、どちらかというと攻撃的な部分になっていますよね。そこから基本的にその選手のバランスを取っているところが本当にこれは変えます。このパスがつながります。ロレンツォ・ペレグリーニ、さあここでカウンター、さあここから持っていく、シュート、これはディフェンスチームが素晴らしいシーンです。シュートです。バッターここに広くピッチを使ってますけどね、先ほど
今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあイタリア早くも1点先制と幸先いいですね。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね、はい、先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね、立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。さあカウンターのチャンスになります。どうする、コース開いた、スジュンバ、これは奪い返します。これはどうだ、ペレグリーニバストーニからこのフィードパス、縦へのボール、パスをつなぎます。さあつながるか、ルーパスを狙う、クリアです。このファーストハーフ最初のコーナーキックは途中に危ないところでしたが何とか切り抜けます。ここで丁寧にコントロール、これで1点受ける、細かくパスをつないで進んでいきます。
さあカウンタースピードを上げたいところ、バストーニからのフィードボール、長いパスがつながります。ペレグリーニ左から上がっていきます。オフサイドになります。ここまでについて何かございますか。不純バーダとしては前半でよく追いつきましたしね、どんな状況においても巡ってきたチャンスをものにできる得点力、これはチームとしても強みでしょうね。不純バーダ対イタリア、前半戦って1対1同点で折り返しています。シュート、さあどうする、ニコロ・バレルいけるか、シュート、懐かしい、後半いきなり決めます。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のは今日2点目です。さあイタリア待望の1点をもぎ取っています。スルーパスを出す、裏へ届くか、クリア、このピンチをなんとか出します。一瞬のクリアですよね。ロレンツォ・ペレグリーニ、モイズ・キーン、これは笛はありません。パスでつないで攻め込んでいきます。スジュンバル、ニコロ・バレルナ、バストーニ、マルディーニ、ロレンツォ・ペレグリーニ、ペレグリーニ、一つ前に行きたい、チャンスを演出できるか、裏へのスルーパス、コーナーキックのチャンスになります。スジュンバル日本代表のキック、イタリアはまだありません。
で気のあるゲーム展開ですよね。またすぐに落ちましたね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。打ち込んでいったシュートに出ましたね。これは今日2点目のゴールです。再び追いついています。いやこれすぐ取り返しましたよね、メンタルの強さもありますし、これがきっかけで流れ変わるといいんですけどね。そうですね。ニコロ・バレッラ、長いボール縦へ、緩く狙ったボール、この位置で受ける、上げてくる、どうだ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。縦へのボール、さあカウンターを仕掛けます。裏を狙う、ここで受ける、裏へ届くか、スルーパスを狙う、ペレグリーニ、マルディーニ、危ないシーンでした。
ゴールを勝ち当てるのは難しい状況ですよね。緊迫した状況は非常に見事ありましたね。スキュンバ決定的なチャンスを迎えたシーンでした。イタリア奪い返します。ニコロ・バレッド、バレッドから右サイド、この柔らかいパース、いい攻撃でしたけどね、まだ時間ありますから、このサイドなんか分かりませんね。さあ右足で上げてくる、惜しい攻撃でしたけどね、取っちゃうな。つないで攻め込んでいきます。絶好の位置、いいとこまで行ったんですけどね、あとワンプレーあるかな。ベッラッティ、ここは守りきるしかないですよ。裏へのスルーパス、シュート、いやー、これは見事決まった。いやー、これは素晴らしい。いやー、なんという、これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。素晴らしいハットトリックです。さあイタリア、土壇場で1本抜きんでました。いや、ここで頭一つ出ましたよね、はい、ここまで非常にコースのバランス良かったですよね。そうですね、イタリア落ち着いて時間を使います。ボールってワンチャンス作りたいところなんですけどね。バストーン、エースを狙う、このパスを防ぎます。ここで試合終了です。3-2、惜しくも僅差で敗れました。さあ試合が終わりました。初戦バタとしては最後まで追いつこうという意思を見せましたよね。サッカーはたった10秒でゴールが生まれるスポーツですから、映画になるまで諦めないという姿勢は大切ですね。そうですね、スタジアムを興奮のるつぼへと叩き込むという試合展開でした。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。スジュンバダ、結局3-2で試合を落としています。